アメリカの超有名俳優が日本に感激しました。黒人男性として史上3人目のアカデミー俳優となったジェイミー・フォックス、ジャンゴ、つながれざる者やアメージング・スパイダーマン2など話題作へ次々と出演し、第一線で活躍している超人気俳優です。アメリカで生まれたジェイミーは、幼い頃から黒人差別とともに歩んできました。有名俳優となってからもなお、彼は黒人差別で傷ついた経験も数多くあるそうです。ある時、ジェイミーは映画の PR のために日本を訪れた際、プライベートな時間を使って街を散策することに。その時声をかけてきたのは日本の警察官でした。疑われるようなことは何もしていない彼に突然職務質問を始める警察官たち。警察官にトラウマを持つジェイミーは緊張のあまり心臓が張り裂けそうになったんだそう。しかし次の瞬間彼は日本人の価値観に触れ心が洗われる思いがしました。黒人男性として差別に苦しんでいた彼はそのことがあまりにも嬉しくてアメリカのトークショーで日本人の価値観について語ったのです。ジェイミーを感動させた日本人の考え方とは一体何だったのでしょうか。今回は俳優ジェイミー・フォックスが日本で経験した出来事について海外の反応と合わせてご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。ジェイミー・フォックスが持つ人種差別のトラウマとは。1967年アメリカのテキサス州に生まれたジェイミー。幼い頃に両親が離婚し祖父母に育てられました。ボーイスカウトや教会の聖歌隊などで活動したほか、祖母の強い意向で始めたピアノは3歳からのキャリアです。高校時代はアメリカンフットボールに熱中し優秀なクォーターバックとして活躍。一方大学では音楽を専攻しニューヨークの名門音楽学校ジュリアード音楽院でピアノも学びました。名門音楽学校を卒業したにもかかわらず当時交際していた恋人の勧めがきっかけで卒業後はなんとコメディアンとしての道を歩み始めたのです。彼の本名はエリック・マーロン・ビショップと言いますがジェイミー・フォックスという名前を使い始めたのもこの頃からだそう。ある時ショーで自分の出番を待っている時に女性コメディアンが先に呼ばれていることに気づいたジェイミー。自身の名前を男性か女性か一目でわからない名前にしようと思い立ちジェイミーという名前を採用しました。そして尊敬するコメディアンレッド・フォックスからフォックスをもらってできたのがジェイミー・フォックスです。1991年アメリカの人気コメディ番組インリビングカラーのレギュラーとなり注目を集めるとテレビを中心に活躍を続け1996年には自らの冠番組ザ・ジェイミー・フォックスショーがスタート。全米のお茶の間の人気者として一気に知名度を上げたのです。一方でこの頃から俳優としても活躍の幅を広げ1999年のフットボール映画「エニー・ギブン・サンデー」では高校時代のキャリアを生かしアメフト選手のウィリー役を好演。俳優としても注目され始めた彼は2001年公開の映画「アリ」でもウィル・スミス演じるモハメド・アリのセコンド役ドリュー・バンディーニ・ブラウンを見事に演じ高い評価を受けました。2004年に出演した映画「コラテラル」では強烈な印象を残しその年のアカデミー賞では助演男優賞にノミネートされました。さらに同じ年ソウルの神様と言われた歌手レイ・チャールズの生涯を描いた映画「レイ」でレイ・チャールズ本人が乗り移ったようだと絶賛を受けアカデミー主演男優賞のほかゴールデングローブ賞主演男優賞英国アカデミー主演男優賞と各賞を総なめにしました。実はこのアカデミー賞以前から偶然とは思えないほど不自然に毎年白人の俳優ばかりがノミネートされていました。この不公平なやり方に多くの黒人俳優が非難の声を上げ白すぎるオスカー像と揶揄し授賞式のボイコットを表明していたのです。ジェイミーはそんな黒人俳優たちに授賞式前にもっといい演技をしようと呼びかけ人種ではなく実力で勝負したいという彼の考えが世界中から称賛されました。なんともあっけらかんと人種差別を語ったジェイミーですが彼の人生はそう簡単ではありませんでした。幼い頃から学校では黒人だからと白人の子供たちにバカにされたりいじめられることも日常茶飯事でした。高校生の頃地元の仲間と夜遊びに夢中になっていた時期ジェイミーの自宅の近所で空き巣事件が起こりました。突然自宅に警察官がやってきて彼に開口一番こう言ったのです。お前がやったんだろ。
驚いたジェイミーが、俺はやってないと反論すると、その警察官は素早く彼の腕をつかみ、頭の後ろで組ませました。そのまま地面にひざまずくよう指示し、拳銃を突きつけてきたのです。殺されたくなかったら本当のことを言え。お前が犯人だろう。ジェイミーの話など聞こうともせず、一方的に彼が犯人だと決めつける警察官。そこで仕事から帰ってきたジェイミーの祖母が駆け寄り、事件当時ジェイミーは自宅にいたと証言したことで事なきを得ましたが、それでも警察官は、息子をかばって嘘をついていないだろうな。本当のことが分かったらお前も牢屋にぶち込んでやる。とジェイミーの母親にもひどい言葉を投げかけていきました。しかし、こんなことは彼にとっては普通のことだったのです。スーパーに買い物に行けば万引きするのではないかと店員に疑われ、学校でトラブルが起これば真っ先に彼が疑われます。それはアメリカで暮らす黒人たちにとってはあまりにも日常的なことでした。スターでも黒人は黒人、差別に苦しむ黒人俳優たち、辛い人種差別に耐えながらも世界から称賛されるスターとなったジェイミー。しかし彼はハリウッドスターになってからも人種差別を受けていました。2017年2月のこと、映画の PR でクロアチアを訪れていたジェイミーは食事を取ろうとあるレストランに入りました。すると2人組の白人男性が彼に近づき、黒人への人種差別と取れるような暴言を吐いたのです。こともあろうに彼らはその相手が俳優ジェイミー・フォックスであることを認識していました。すると店内にいた別の客もジェイミーのテーブルに近づくと差別的な言葉を投げかけました。ひどく気分を害したジェイミーはこの様子をスマートフォンで撮影し、動画を SNS で公開。俺がテーブルにつくなり突然男たちが襲ってきたんだと説明を加え、店のスタッフが男たちを店から追い出して助けてくれたと話しました。ジェイミーのようにハリウッドスターになっても黒人差別を受けた俳優は数知れず、1939年映画風と共に去りぬで黒人俳優として初めてアカデミー賞助演女優賞を受賞した女優ハティ・マクダニエル。彼女は受賞式の間、会場には白人しか入れないという理由で一人だけ倉庫部屋で待機させられました。他にもハルベリーやダニエル・デッドワイラー、ウィル・スミスといった大御所までもが黒人差別を受けたことがあると公表したのです。今でこそ多様性という言葉が広く使われ、人種差別問題は改善されたように見えますが、人種のるつぼアメリカでは黒人やアジア系人種に対する差別や偏見は根深い問題となっています。それでもジェイミーは訪れた先では必ずポジティブな発言をするようにしていました。嫌な思いをしたクロアチアでも、とても美しい国だ、ここに来られてよかったというコメントとともに、クロアチアの風景を収めた写真を SNS で公開。そうすることで自分自身の感情をコントロールしていたのです。そんなジェイミーはある時、日本でとんでもない出来事に遭遇しました。日本人の警察官に職務質問？ジェイミーが夜の東京で大ピンチ。2017年に映画「ベイビードライバー」の PR のために来日したジェイミー。イベントや取材を終えた彼は、プライベートの時間を使って夜の東京の街を散策することにしました。東京には思った以上に外国人の姿が多く、人目を忍んで歩くジェイミーでしたが、意外にも彼に気づく人はいませんでした。すると向こうから2人組の白人男性がやってきました。そしてジェイミーとすれ違いざまに肩がぶつかると、彼に聞こえるような声でこう言ったのです。うわ、汚いものに触っちまった。ジェイミーは思わずドキリとしました。実はジェイミー、日本に着いてからは全く人種差別のことなど忘れていたのです。どこに行っても日本人はニコニコと気持ちよく迎えてくれるし、黒人のジェイミーを見ても全く気にしていない様子だったからです。しかし白人たちの反応はどこに行っても同じでした。結局どこに行っても俺はこうなる運命なんだな。そう思うと、なんだか急に周りの人たちの目が自分に集まっているような気がしてきました。怖くなったジェイミーはくるりと向きを変え、ホテルへ引き返すことに。すると背後から彼に近づいてくる人影が見えたのです。おい君、待ちなさい。ジェイミーが振り返ると、そこには日本人の警察官が2人立っていました。何ですか？ジェイミーは警察官の姿を見ると、今でも若い頃に受けたひどい差別を思い出してしまいます。後ずさりしながら怯えるジェイミーに警察官は優しく言いました。
何って、私たちの姿を見て急に引き返したから声をかけたんです。最近外国人の犯罪が増えていますので、あなたを疑っているわけではないのですが、念のため話を聞かせてください。警察官たちは相手があのジェイミー・フォックスであることには気づいていないようでした。ジェイミーは心臓がバクバク高鳴り、自分の体が小刻みに震えていることに気づきました。警察官たちはジェイミーの名前や日本に来た理由、滞在日数などを聞き、ようやく彼がハリウッド俳優であることに気づいたようです。驚いた様子を見せたものの、すぐに冷静さを取り戻し、大変失礼ですが、バッグの中身を見せていただきたいのです、と丁寧な態度でジェイミーに持ち物検査を申し出ました。ジェイミーは言われた通りバッグを差し出し、自身も身体検査を受けました。警察官たちは彼のバッグの中をさっと見ただけで、すぐにバッグを戻し、ご協力ありがとうございますと敬礼すると、小さな声で、スパイダーマン見ました、日本を楽しんでくださいねとささやき、にっこり笑って手を振ってくれたのです。ジェイミーは日本の警察官の対応に衝撃を受けました。これがアメリカだったら、ジェイミーの挙動不審な様子を見て必要以上に攻撃を受けたかもしれません。ジェイミーが見た日本人の姿に全米が拍手喝采。アメリカに戻ったジェイミーは出演したトークショーで、海外 PR ツアーで印象に残ったことを聞かれると、日本の話をしました。正直俺は警察官を見ると怖くて逃げ出したくなるよ。黒人というだけで必要以上に体を拘束されたり、殴る蹴るの暴力を受けたりしていたんだ。だから日本で警察官が歩いてきた時にとっさに逃げ出してしまった。すると案の定彼らは俺のことを追いかけて呼び止めたんだ。日本の警察官はアメリカとは違うんですか？全く違ったよ。彼らは常にジェントルマンで、必要以上に俺に近づかなかった。俺が逃げる素振りを見せなかったからかもな。日本では外国人の犯罪が増えているから、一人で歩いている俺を見て声をかけようとしたらしい。そしたら俺が急に引き返したから逃げたのかと思って追いかけてきたんだ。でも俺の事情を知ると優しく笑ってくれて、大丈夫だと言ってくれた。念のために荷物チェックをすると言ったが、とても物腰が柔らかくて怖いことは何もなかったよ。身体検査をする時も優しくエクスキューズミーと言ってくれたし、終わったら二人揃って俺に敬礼するんだよ。アメリカじゃ黒人はみんな犯罪者だと言われるが、日本ではそうじゃなかった。彼らが俺を追いかけてきた理由があり、それが誤解だとわかるときちんと謝ってくれた。こんなに心が穏やかになる取り調べはなかったね。あえて取り調べという言葉を使い、会場の笑いを誘うジェイミー。なぜ日本の警察官はジェイミーに対してこのような対応をしたのかについて、司会者はこんなことを言いました。日本人は自分たちも欧米でアジアンヘイトが行われているというのに、日本に来た外国人にはとってもウェルカムなんですよね。人を人種ではなく、一人の個性を持った人間として見てくれていると思います。その言葉にジェイミーも激しく同意しました。そうなんだ。その警察官にも、俺が黒人だから疑ったのかって聞いたら、肌の色で犯罪者かどうかなんてわからないだろうと笑っていたよ。彼らが見ているのは肌の色じゃなくて腹の中の色だってさ。にやりと笑いながらジェイミーがそう言うと、会場からは感嘆の声とともに大きな拍手が沸き起こりました。最後にジェイミーは日本で感じたことについてこんな風に締めくくりました。アメリカにいろいろな人種がいるように、日本にもいろいろな人種の人がいたよ。それだけじゃない、みんな超個性的なんだ。髪の色や髪型、服装、それに性別まで枠にとらわれない人がいたんだ。そして日本人はそれを当たり前のように受け入れているから、ジロジロと見たり笑ったり、もちろん暴力をするなんてことはない。彼らは多様性を認め、内面から人間を見ているんだということがよくわかった。僕たちは今になってもまだ差別や偏見をやめようと叫んでいるじゃないか。日本人はもっとずっと前から多様性を認め、差別のない世界を作っていたってことに驚いたし、尊敬しているよ。ジェイミーの言葉に改めて会場からは大きな拍手が送られたのでした。海外の反応。この話題には海外のネットユーザーたちからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。確かに日本に行った時、同じ日本人でもいろいろな人がいるなって思ったよ。彼らは本当に自分が好きなファッションを楽しんでいたし、カテゴライズされていない感じがした。日本はいろいろな国の文化を融合させて、新しいものに発展させているというよね。
まさに日本人の姿を見てその意味が分かったんだ。僕の国にはアジアの人たちがたくさん旅行に来るけど、日本人は一目でわかるよ。日本人っぽいっていう表現がぴったりなんだ。色とりどりのヘアカラーやメイク、ファッションが日本って感じなんだよね。私は日本に住んでいるブラックアメリカンですが、日本は本当に差別や偏見がありません。むしろ差別をしている人を差別するんです。私は日本にいて一度も嫌な思いをしたことはないし、むしろ日本人の女の子たちが、私のヘアスタイルをかっこいいって褒めてくれました。アメリカにいた時はこんなチリチリの髪の毛でいじめられていたのに、国が違えば全く違う反応なんだって驚きました。日本に差別がないってバカ言うなよ。日本人は差別や偏見の塊だろ。俺が日本旅行をした時は、電車の中やレストラン、至る所で日本人たちがジロジロと俺のことを舐めるように見ていたよ。何が気に入らないんだか気分が悪かったね。むしろ白人のように絡んできた方がよっぽどマシだ。日本人にはかつて2つの人種がいたそうだ。そこにあちこちから移住してきた人々によって日本人の DNA は変化してきた。いわば日本人そのものが多様性を形にしたようなものなんだね。いかがでしたか？差別に苦しんだジェイミー・フォックスが日本人の価値観にこんなにも感激してくれるなんて誇りに思いますね。今世界中のスタンダードとなりつつある SDGs の考え方にも平等や公正といった言葉が並んでいます。こうした部分で日本がリーダーシップを取れるようになりたいものですね。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。